お客様は蛍光灯の破片が飛び散ることがございますので、お配りした耳入れでガードして十分にお気をつけください。
私たちが作る曲は10分の曲は
このラジオを飾ったお客様の中でどれくらい自分とオーガの関係をしていながらいるか分かりませんが、オーガだけ DVD に入門してきて本当に何もできないダメな練習生でした。そんな大岡にゼロからプロレスをしながら自分三角形です。大岡、お前から対戦要求が来た時点で俺はびっくりしたよ、驚いたよ。お前にとって俺らは思い出したくもない、怖い、嫌いな、嫌な先輩。俺らはずっとお前にそう思われてるって、そう思ってプロレスにして歩んできた。そんなお前がまさかの対戦要求、もう若手でも何でもない、なんなら一つの団体を引っ張ってて、この男が勝つの先輩対戦、しかも相手の土俵の傾向と頭悪いんじゃないかと思ったよ。でもそれが大岡健っていう男なんです。だから皆さんもこうやってずっと言い返しても失踪しても何にしても大岡健を応援し続けてくれたんだと思います。大岡、お前と平凡の様子一対一で勝負なしだって戦った以上はもう先輩も後輩も師匠も弟子も関係ない。一つの団体それぞれ一国一城の主としてお互い切磋琢磨して頑張っていこうや。そしてお前をこうやって応援してくれる仲間たちがこんなにいるんだよ。それに日々感謝して彼らの報いに応えてあげるように、お前も代表としてまだまだ頑張れよ。その上でまた新たな外敵が現れたり経営難に陥ったり何かあった時はいつだって俺に相談してこい。僕は大変要求嬉しかったよ、ありがとう。俺が甘かったとかも知らないと負けた時そう思いました。でも俺は団体の代表として次は佐々木隆に絶対に勝たせたいと思います。よし、そして勝ったなら言うつもりでしたけども、負けてしまったけども、俺の人生は負けても続きます。また一人守れるものが増えました。私大岡健43歳で、明日で43歳になりますが、秋に子供が生まれます。だからよ、こんなところで首と止まってるわけにはいかねえんだよ。
生き続けていく諦めないという気持ちは頑張ってプロレスの精神そのものです。そして今日この会場にいる皆様はその気持ちを背負った頑張ってプロレスの仲間です。そういう意味を込めて締めたからお前みんな立って、人間頑張ってくれよ。あれだから行くぞって言ったら思って子供の声で言ってください。そして思って We are 頑張れプロレス諦めない気持ちを全部に